こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は四国バースデー切符を使って四国一周の旅の続編です。続編なのでまだ見てない方は先にこちらの動画をご覧下され。高知駅を8時20分発特急四万十1号中村駅に乗車です。気に入ったので N ゲージも買っちゃいました。とりあえずこの列車で久保川まで移動、そこから淀線に乗り換えます。須崎を過ぎたあたりで海が見えますが、そこからは山間部になってどんどん標高を上げていきます。須崎から久保川までは約30キロ、久保川の標高は230メートルなので平均8パーミルの勾配を進んでいきます。上り勾配とカーブが連続しますが、振り子機能を駆使して高速で走行します。久保川に到着。この駅で特急四万と N2000 系から向かいのデイゼルカーキハ54宇和島駅に乗り換えです。ここからは四万十川沿いを走る淀線の風景を2分ほどお楽しみください。終点の宇和島までは2時間50分かかりますが、2時間くらいはずっとこのような景色が続きます。淀線は四万十川の流れに沿って下っていきますが、ほぼ中間の江川崎からは支流の広見川沿いを今度は登っていきます。洪水になっても流されない構造の沈下橋も所々で見れます。ということで13時29分宇和島に到着です。なお淀線については別に動画を作っていますので、こちらの動画もご覧ください。宇和島駅の近くには飲食店が少なく、諦めてコンビニでお弁当を買って列車内で食べることにしました。では次は特急
宇和海に乗車、松山へと向かいます。こちらは N のつかない JR 四国2000系、先ほどの N2000 系の少し古いタイプになります。上下の水色のラインが特徴的な車両です。しかしながら3両のうち先頭車だけが2000系で、あとの2両は N2000 系でした。模型で表現するとこうなります。さて、宇和島駅はデイゼルカーしか来ない駅で、普段電車を利用する都会暮らしの人からすれば珍しい給油設備のある駅となっております。ほぼ全ての列車は折り返しすぐの発車というようなダイヤはなく、給油する時間が設けられています。では13時59分特急宇和海18号松山駅宇和島駅を出発です。列車からは入り組んだ地形に海岸線、田んぼの真ん中にゾウさんなどの車窓が楽しめますぞ。チャンネル登録よろしく。八幡浜に到着。この駅は九州別府と臼杵へのフェリーに連絡しており、時間が合えば多くの乗客が乗ってきます。この日もいかにも旅行者と思われる多数の乗客がいました。広い平野に出て遠くに瀬戸内海が見えると、間もなく伊予市に到着です。伊予鉄道への乗り換え駅、伊予市に停車。ちょうど伊予鉄道の赤い電車がやってきました。しばらく走りますと松山坊ちゃんスタジアムが見え、さらにしばらくで終点の松山に到着です。松山駅からはトラムに乗り換えて道後温泉へ向かいます。こちらの地下通路から乗り場へ行けます。レトロな伊予鉄道50系に乗車。乗客が多くて車内は撮影しづらく映していませんが、レトロな木製の内装でした。では道後温泉駅に到着。こちらもレトロな古き良き時代といった趣が感じられる駅舎ですね。駅のすぐ横には休日に運行している坊ちゃん列車が留置されていました。そしてその向かいには前から楽しみにしていたからくり時計があります。ではしばらくこちらをご覧ください。
その日の最後は道後温泉で温泉に入って体を癒し、ホテルへ。ということで2日目の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回は最終日、松山から岡山へ向かう模様をお届けしたいと思います。あと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。